My luck is insane now. Is that Yomiya's dad? もうじき花火大会や。各家庭の花火はほぼ準備が終わったら。あ、こちらのお二人はお友達か。それどっちもやろか。最近ここいらに来たばっかりなんや。ほんで稲妻に来たからには花火を見てもらわな。そうか。ほな、ちゃんともてなしてやらんとな。この長野原龍之介が長野。それよりも父ちゃん。So are we originally from Mondstadt? 昔、昔。Because we arrived there the first place. あかん。勝手に始めてもうた。堪忍な。父ちゃん、前に怪我してからずっと耳が遠い。でも。さっきは会話が微妙に成立してたよな。 We're just ignoring that. ほんで、長い時間かけて人々は理解した。父ちゃん。あ、こないだ注文した花火の材料、もう届いとるか。昨日の花火なら全部出荷したで。一昨日のも、先一昨日のも。ちゃう、材料や材料。こないだ今日の分もぼちぼち仕上げや。心配せんとき、腕まではちゃう、材料よって言うてんねん。花火の材料、こう何やで材料の、あ、そうだそうだ、ごめん、興奮してつい。え、材料ならまだ届いてへんで。さっき担当のもんが理由を言いに来たんやけど。かまへん、それさえ分かれば十分や。ああ、ほんまごめんな、うるさかったやろ。うちの父ちゃんに何か聞くといっつもこうなんねん。せやで、父ちゃんいい人やからみんなに慕われてるんや。父ちゃん耳が遠いから何言われても文句言わへんし否定もせえへん。子供の頃はうちの話すことをちゃんと理解しとって何を話す。後になって父ちゃんが笑うとったのはただよう聞こえへんかったからやって知ってな。え、普通逆じゃないか。父ちゃんが笑うとか見るとうちもせやけど、花火大会が目前やのに材料が届いておらんとはな。なあ、よいみや、帰ってきたのか。Who's that? え、びっくりした。勝手に喋ったら。ごめん。ちょい待ち、今行くから。 Who's that?Who is that? Let's see. Well, never mind, I can't go in. Wait, where are they back here?同じ花火が作れるんや。おお、すごい
もんやさかい、常連さんはみんな知っとる。当時僕の親が龍之介さんに花火を注文したんだ。あの頃はこんなことになるなんて。I still can't believe that I got Mona five star weapon and Chichi. Imagine getting child. Or Kaching.妻出身やのに故郷に戻る許可がおりへんとはな。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。どないして許可をもろたんや。それから勘定奉行にいる柊千里に手伝ってもらってよ。なるほど、お偉いさんの助けがあったんか。まったく奉行衆のやつらももうちょい融通を聞かせ。あんたらが旅してきたとこは稲妻と全然ちゃうんやろ。まあとにかく作次郎を助ける方法を見つけんとな。すまんな、花火を見せろっちゅうて誘ったのに。お面倒やと思うたら後でまた来てもかまへんから、うち一人でざ。よかった。ほな、先に船の用意や。聞いてもええか。あんたらどうやって知り合ったん。こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅をしてるんだ。それがどうかしたのか。いや、羨ましいな思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら耳の代わりになってやれる。逃げるのを手伝ってくれてありがとう。僕がためらったばかりに。なんで泣きそうな顔しとる。だってん、オイラをチビやペットって呼ばれないなんて。 You said person and not a floating child or mascot or emergency food。 Mascot emergency food。Why is Inazuma so empty in this part? Ah, 問題ない。ただ、待った。見ない顔がいるが、大丈夫か？大丈夫や。うちの友達や坂井、信頼してくれてええで。うちらみんな、船の件で来たんや。おお、オイラたちも仲間だから、安心。なるほど。悪い。疑うつもりはなかったんだが、念のためな。船はもう完成したけど、近場を漕ぐにも堂々とはできない状況だ。え、どうしてだ。鎖国令があるからな。天領奉行は船に敏感なんだ。小さな船でもいちいち問い詰めてくる。分かっとる。すまんな、あんたまで巻き込んでしもうて。なんだよ急に。お前の役に立てて俺は嬉しいぜ。今回も花火を作ってもらったし、船はその今持ってくるからちょっと待ってな。うん、おおきに。途中うちの店に寄って花火を持って。ああ、ちょうど花火大会も始まるし。おま、そのつもりや。あ、せや、せっかくやから小一、あんたが初めてうちで花火。おっと、これは長くなる。なあ、その話は先に船をここまで運んでからにしようぜ。おちゃん、せやな、つい話し込んでしまうところやった。よいみやは他にも用事があるだろう。また後でここで落ち合おう。高一に言われてへんかったら大事なこと忘れるとこやったわ。ここ最近花火作りで忙しくしとったさかい、おしゃべりする時間がなくて我慢のげ。父ちゃんはいい話し相手やけど、耳のこともあるし、新鮮な反応を見るのは難しいやろ。
また話が脱線してもうたな。高一が船を取りに行っとる間に花火あんたらの分だけやのうて袋無地なを探しとった。気にせんといて。お祝い事があるさかい、みんな花火を求めとる。それを逃したら。もでもお前は楽しめてるのか。もちろん楽しんどるで。花火師の家に生まれてちっちゃい頃からこのドンって爆発する感覚に、とにかくうちの心配はいらんってことや。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。次は城内を回ってみようか。知り合いのところを渡ってみるさかい。はい。質問してもいいか。さっきからずっと喋ってるけど喉は大丈夫なのか。喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ。Easy. No, no. Okay, thank God I did fly. What's happening? 良いミヤちゃん、俺の読み通りやっぱり来たね。用件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろ。え、ほんま？なんでわかっ。花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろ。毎年花火の追加注文を受けてるし。そっか。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても、良いミヤちゃん。それで、こちらのお二人が今回の注文者。気にしない。この前、俺が息子と喧嘩したとき、良いミヤちゃんがあの子を並べてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね。良いミヤちゃんじゃなかったら。そんなことあらへん。あの子繊細やからもうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほんなら息子さんも緊張せんで済むと思うで。そうか。普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって花火の注文やなくてもか。ああ、そうさせてもらうよ。みんなが良いミヤちゃんを褒める。鉱石は持って行ってくれ。モラは。え、あかん。絶対。かまわんさ。せやけどお借り。そう言わずに受け取っ。お前って子は。なら。それと、音。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで、体に気ぃつけ。良いミヤ、元気だな。Hey there. Chill down.とにかくこう、材料の問題はこれで解決やな。Blacksmith. Sensei, Hajime, konnichiwa. Oh, Yoimiya. どうせ花火の材料のことだろう。どうやら花火大会の時期に Yoimiya が忙しいのは。
悪いけどちょっとだけ待っててくれる？今武器の注文が溜まってるんだ。かまへん、平気や。あーじゃあほんなら手伝ってる。ここの武器が全部完成し、そうだね。でも大丈夫やんな先生。長野原花火大会が時期に始まる。まだ完成してへん花火がぎょうさん残ってるんや。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔竜では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため、よそ者が隣で催促しても、はじめですがもうすぐ長野原花火大会ですし。だから鉱石はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか？そう大声を出すな。長野原花火大会がどれほど重要なものか、にしても小娘こん気ぃつけるようにするわ小娘が気をつけたところで、とにかく。さすが先生、この粒の形とキメの細かさ。久しぶりに道具を手にしたっちゅうに、この手際の。当然じゃ、生涯かけて学んだこと。ずっと昔から最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。はじめこれか。はいほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。よし行くで。次は高一んとこに戻ろ。大丈夫や。うちが最後はここを去ってまうかもしれへんけど。
forgot that I'm a knight of Favonius. Standing out if we are trying to follow someone, because Paimon is flying with glitter and and floating, and Aether is yellow and has glowing gems. Who's Atsuko again? 一応これでも俺が用意できる船の中で、まあ正直こいつであの雷雨に挑むのはこれは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは。にしても光一。ははは、勘弁してくれ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領わかった。ほな船は一旦ここに隠してうちだんだんせいやからなんやこうちはシャブ業とよう協力しとる。いのおとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらそうだな。今さら抜けたって手遅れか。わおほー、経験者やったんやな。心配しとったけど義勇やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから出会いとるときに取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろもらならいいって。それにお前にもらを支払わせたなんて姉さんが知ったら。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話。当時同じ時期に子供が十数人みんな偉でも商人やからあち。そして一番上の兄さんが提案したんだ。みんな高い志を持っとって商売に自分なりの見解を持っとって全員揃うんは無理やけど。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でもあの頃の思い出は俺たちにとって永遠。なるほど、ヨイミヤが前に言ってた。そうや、せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんの。ほな作次郎が待っとるしそろそろ行こか。ああ、俺もここから離れるとするよ。そういえば光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎて。うん、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で老けて見えるけど、うちとそんな歳が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。
たで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと、でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。せやけど天領奉行、遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。すまない、本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。謝らんといてや。ほんまに天領奉行に追い詰められた時、うん、絶対。でもこのままじゃ、こうまでして稲妻に帰ってきた。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきた、いやもう手遅れなんだ。心残りを埋めようとしたけ、そっか。おいらたちがもっと早く相談に乗ってる。ほんま、さこ大丈夫や、せかしたりせえへんから。天領奉行、天領奉行が邪魔。あ、そや、常連さんの中に老夫婦がおったな。とりあえず会いに行ってみる。でも通報される可能性。心配あらへん、めっちゃいい人やから。だい、あんたは部屋に隠れとき。さあ急ぐで。バカ、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残った。父ちゃん、父ちゃん。ふう、まあええか。さっき、なんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のはあいつに必要なもん。でもジャス、and I just knew this, the higher their level, the higher they're going to be. So after this, Mona is going to be under official. See? Yeah, Mona is under official now. The old woman looks like Madame Pu. せやな。それと、二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔は生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見る。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり、水を運んだりしても大丈夫だったのに、昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。大丈夫だよ、お茶とお菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ、昔もよくお手伝いしとったやろ。さ、そうそう、オイラたちにとってこれ、まあ本当にいい子たちね、うちの子。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それ、わかった。ほな、いて、ついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くね。 Alright. And, like, comment, subscribe, and notification bell go by for the next part.